はーい、どうも、ナトだよ。今日はね、ヒーロースピナーレプリカを使ってガチマチやっていきたいと思います。これはね、普通のバレルと見た目が違うだけで普通のバレルスピナーと同じです。今回ね、一足ガン積みでやっていきたいと思います。まあ、本当はね、ここに対物攻撃力アップとかつけた方が、今の環境、イカスピア環境には強いんだけど、まあ、今回はね、一足ガン積みでやっていきたいと思います。それでやっていこう。はい、マッチングいたしました。ホッケ不動のガチェリア。いや、ホッケのバレルマジで強いから、本当に何が強いって、ハイパープレッサーも強いからな。よし、行くぞ。まあ、ちょっとリッターには気をつけんちな。行くぞ。今回一足ガン積みなんでね、横移動とか打ちながらの移動がマジで強いから、開幕かっこいいか。おら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 、やれないか。から結構強いんでね。アーマー剥がしたいけど、そっちに変えちゃったな。よっしゃ、1枚やった。とりあえず1枚やっているな。ああ、そっち、それ詰め、いやー、その詰めてるか。くっそー、詰めてんの分かんなかった。ちょっとハイパープレッサーダメだな。今の打つタイミングが少々良くなかったようだ。さあ、気を取り直して打開していきましょう。打開で焦ったらダメだからな。ハイパープレッサーもすぐ溜まるんで、よし、行くぞ。さあ、鉄さんどこにいるのかな、これ。ここでやりたい。オッケー、やった。ちょっと待って、死ぬ。ちょっとやばいな、これ。一回エリア塗りに行きたいけど、よっしゃ、1枚やって。さあ、やりたい。やったやった。そして2枚やった。やべえ、ハイパープレッサー、マジでホッケのハイパープレッサー強えな。とりあえず打っとくだけで、どうにかなる感あるな、ほんと。ちょ、ここで、一発当てた。ナイス？オーケー、味方ナイス。オーケー、とりあえず、ここから。当たらんか。多分ね、あいつね、絶対ね、イカスピアで攻めてくるから、そこ。さあ、1枚剥がす。さあ、味方当てた。いやー、それはまずいな、ちょっと。一回引くか。やばい、死ぬ、これ。ナイス？オッケー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 。十分十分。ペナルティつけられちゃったけどね、場面は取られてないから、十分です。十分十分、ナイス。さあ、痛い痛い。よし、やった。ここのポジションマジで強いな、アバルグ。やれなかった。どこ行った？ここだな。クソ、やれなかった。またか。まだいいのか。厄介だな、バレる。オッケー、やったやったやった。オッケー、ペナルティつけられてない。これでかい。これはでかいぞ。こっちから。さあ、どっから来るかな。ここだ。オッケー、3秒塗れば勝ち。オーケー、ナイス。オーケー、よかった。これ、いい感じに味方と連携取れた。やっぱこういう武器連携取りやすいね、味方と陣形を。こういうのは基本的に前衛にね、陣形合わせるのが基本だからな。前衛に自由に動いてもらって。オーケー、ナイス。オーケー、はい、マッチングいたしました。2戦目もホッケストのガチリア。よし、やっていくぞ。よし、いや、ホッケのバレルもほんと使いやすい。マジで使いやすい。あ、敵にも、あ、でも敵ば、え？敵の編成やばくない？今、何？バレル2枚、チャー1枚って。かわいそうだな。7と何もできなさそう。逆に。仕事がない。塗る。これ塗っとけば勝てそうやな、そっちだったら。やれない。チャー2だけ気をつけながら。さあ、これは。やられ、うわ、マジかー。フルチャージできてなかった。そう。やばいな。結構押されてんな。いや、すまなかった。ナートが死んだのがあんま良くない。マジか。敵の編成割と強かった、強い説ある、これ。やばいな。割と強い説あるかもしれない。まあ、打開でも。いや、でも打開するの難しいか。オッケー、1枚やって。
とりあえずね、ハイパープレッサーが溜まってるから。あれ当たってないの？え？よっしゃ、1枚やった。オッケー、2枚やったぞ。ちょっと。とりあえずエリアを塗りたいところ、ここは。さあ、顔を出すかな、これ。顔出してくれればなんだけど。あー、これ、やばい。これ一回引くか。いや、ハイパープレッサー強えな。いや、マジか、ハイパープレッサー強すぎ、マジか。やべえな、これ。一回抑え切ったら勝てるんだけどな、この編成。一回抑え切るまでが大変だな。一回抑え切れば勝てるんだけど。よっしゃ、一枚やって。チャージャー、マジか。頑張れ、チャージャーやれる。ナイス？オッケー。じゃあ待って、とりあえず一回ペナルティーつけたい。本当に。エリア濡れるかな？多分濡れると思うんだよね。オッケーナイス。オッケー。編成的にナートがね、あんま塗りぐらいでしか貢献できないから。待って。いや、これまずいな。いやー無理だー。きついなー、マジで。何がきついんだろう、これ。何がきついかわからねえ。味方がもうちょっとスペシャル貯める意識を持った方がいいかもなー。これ、敵別に、編成ではこっちの方は圧倒的有利だと思うから。実はチャージャーやって、こっちちゃんと1枚落としてるからな。さあ1枚やって、あいつもやった、2枚やった。いや、これいけるでしょ。あー待って、いやー2枚やったけどなー、きついな。ここにいるよ、ここ。でもペナルティ取ったんだ、ナイス。いやーきつい。いやマジで気づいてくれー、じじいるの気づいてくれ。ちょっとまずいな。1回抑え切った。あ、ナイス。もうこれ勝てる。抑え切ったらね、こっちの方は有利だから、編成的には圧倒的に有利だから。待って。いやーマジか。すまない、本当にこれ死んだの。いやーハイパープレッサー強いな。やべ、奪回されたこれ。うわーマジか、今のハイパープレッサー強すぎる、マジで。今のハイパープレッサー鬼強いんだけど、本当に。こっちもハイパープレッサーで奪回したと思ったらさ。いや、ハイパープレッサーマジで怖い。いや、無理だ。バレル2枚、リッター怖くないけど、バレルがめちゃくちゃ暴れ回ってるから、やばいな。ちょっと塗りに行かないと負けるもん、これ。いや、無理だ、これ。OK、ナイス、加工。OK。OK、やった。危ねえ。とりあえず、あと1枚。いや、ここで絶対打開されなきゃ勝ち。いやー、ナイス打開だ。危ねえ。やべ、負けないっす。危ねえ。頑張った。チャージャーがいるな。ちょっと待ってよ。怖えー、どっかにバレるいいんだよ、これ。あー、やべ。オッケー、ナイス。これ勝ったでしょ。ナイスリードね、やったー。これ超、神リードなんだけど。危ねえ。オッケー、ナイス。いや、敵の編成弱いと思いきや結構強かったな。結構強かったぞ。オッケー、ナイス。危ねえ、負けるとこだった。はい、マッチングいたしました。3戦目は富士坪スポーツクラブのガチェリア。いや、富士坪はね、結構、ホッケに比べるとあんまハイプレがそこまで強くないけど。まあ、それでも十分強いけどね。よっしゃ、行くぞ。頑張ろう。敵にチャーいるからな。初動ここで、ここから。ここは詰めてこない。あ、1枚いたわ。なんかいたわ。撃ったらいたパターンです。これは痛い。よっしゃ、2枚やった。あとチャーだけ。チャーが俺見てる。よし、オッケー、あとチャーだけ。あ、チャーやりたい。待って、それまずい。
ナイス、一回逃げる。これいやーマジか、ゴリ押しやめちくりー。いやーミスったな今の。無理してチャーやりに行かなくてよかったな。やらかしマンモスやー今の。いやーごめん、これ打開してたの俺のせいやな。俺があそこで無駄に死んだから。もうチャーやりきれなかったばっかりに。どうしようこれ、動けんな。いやこれまあ、いやーなんで僕ばっか狙うんだよー。全員俺狙ってたよ今ほぼ。やべえ、ちょっと待って、打開 しっかり打開したい。いやーちょっと待って、一回マジで死なないようにしよう。これもうあんまチャンスがない、もう2、3回しかないから。ちょっと味方がちょっと復帰するまで待とう。あーもうみ、あーもう味方死んじゃったよー。スペシャルつまで待ってくれよ本当に、打開の時なんですぐ死んじゃうんだよ。焦ったら、ナナとのハイパープレッサーも全然意味ないんだよな。一発当てた。オッケーですね。これ、ナナとは突っ込むしかねえな。ナイス、オッケーオッケー。二発当てた。え、当たってね、ごめん。あと、出資だけ。ここか？隠れてよ、隠れて、こっから来た時にやりたいところ。マジか、まずいなこれ。狙われるこれ。やったけど、2発当てた。そうどうしようこれ、多分どっかにいいんだよなこれ。ここら辺じゃないっすか。いないか、一発も当たんなかったな。あ、3落ちナイス、オッケーオッケーオッケー。これは勝てるか、勝ちてぇな、てか。オッケー、1枚やった。ちょっとブラスターが結構詰めてる。いや、これリードしたいな。オッケー、ナイスリード。いや、マジでチャン抜かれた、すまーん。いや、勝ったっしょ。オーケーナイス、あぶねー、負けるとこだった、あぶねー。ふぅ、ギリギリ勝ったぜ。オーケーナイス。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたならチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているのでぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあ、じゃあね、バイバイ、ナナトでした。また見てね、バイバイ。